ビヨンビヨンと蛇が飛び出すびっくり箱、その名もヘビックリ箱を作ります。ビヨン。まず折り紙を裏返し半分に折ります。さらに半分に折り広げます。この部分を折り筋に折り広げます。折りやすいように向きを変え、この部分も折り筋まで折り、折り筋をつけ広げます。4本の帯を作ります。向きを変え、さらに半分に折ります。折り筋をつけ広げ、中央の折り筋まで折り、さらにもう一度折り筋をつけ全部伸ばします。折りやすいように向きを変え、中央の折り筋へ合わせて折り、さらにもう一度折ります。伸ばします。向きを変えます。この開いた部分が手前にありますが、これはどちらでも結構です。手前の右から 1,2 番目に斜めの折り筋をつけます。向こう側の右から 1,2 番目にも斜めの折り筋をつけます。この部分、一番右端の一列を中に折ります。全体を裏返します。手前の一列を折ります。この部分、このように折っておいてください。向こう側の一列も折ります。ここは斜めに折り筋を使って折ります。この部分丸く盛り上がっていて結構です。向きを変えます。手前角をこのように斜めに折り、折り筋をつけます。こちらも斜めに折り、折り筋をつけ広げます。両方とも広げます。ひっくり返します。ひっくり返してこの一番上の1枚、一番上の1枚だけを広げます。そして横をこのように潰して中に入れ、蛇の口を表現します。こちら角をこの部分しっかりと90度に成形します。お好みでこの部分に蛇の目などを表現します。そしてここは山折りです。その次が谷折り、山折り、谷折り、山折り、そして最後谷折りで箱の中にしまいます。この口はこのように目がバレないように開いておきます。そして
この両サイドを指でつまんでこのように持ちます。指を緩めるとニョロッと蛇が顔を出します。ぜひ作ってみてください。ニョロニョロニョロ。